あなたの実態での内閣か皆様半午前9時25分現在の道路状況をお知らせします。新型方向へ走行中の方へのお知らせです。工事状況です。走行中のインター間で工事補修作業を行っており、対面通行になっています。信号を使うのに注意して走行してください。この規制は23日午後4時頃まで行われます。関越道リニューアル工事のお知らせです。水上インターから駅の川口インター間の4路線のうち最大3区間で4月9日まで工事のため終日除染規制を行っております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。サンデーラジオ水上よりお伝えしました。